待って。あ、あ、なんだ、なんかあるぞ。上か。君のハートにリベレーション。どうも、やっていきましょう。バイオハザードリベレーションズ2。やっていこう。変なテンションだけどね。前回電気系統をダウンしてきて、でそこからなんだけど、電気系統がダウンしてんのか、まあ、微妙なんだけど、なんかわかんないけど、この装置を止めてきました。シャン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 ってなってたからね。でこれどうしようかな、ここどう抜けようかな。ここはちょっと待って、あれだ、ナタリア、ナタリアにお願いして。え、なに、何の音楽、急に怖いんだけど、大丈夫かな。あ、いる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 、いっぱいいるわ。どうしよう、燃え盛っているし、あ、ま、あー、これあれだ、前回見たやつ。どうしたものか。これ普通にあれ取っていいんじゃないかな、ダメかな。何これ、何これは、火炎、この邪魔さえなければ外に向けられそうだな。火炎放射器ね。あ、ごついらっしゃい。ゴッドイーターも見たかった。ゴッドイーターなかなか楽しかったですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、バリちょっと、あ、これ取ろうよ。登んなきゃ取れないの、パーツボックス。はい、新しいパーツボックスゲット。バリにチェンジしようか、そろそろ。これを渡してと。で、バリにチェンジして。この先に敵がいると。ここ開けます。敵がいるんだけど、おお、あ、危ない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 。危ないよ。危ない危ない。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 こっち来る必要あったのかな。危なかった。弾を温存したかったんだけど。ちょっとナタリア、まず頼むわ。いない、いない感じか、こっちは。よし。ちょっと、どんどん行くぞ。こっちをまず探索していきたいんです。あれ？ここ？あ、これ、ここか。ここ、これか。こっちから行けばよかったのか。すげえ遠回りしてたな、今まで。はい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 。ナタリアにチェンジして。あと歯車を取ろうか、じゃあ。歯車を取りたいんだけど、このまま行っていいものか。あ、あ、あ、なんかあるわ。ハンドガンの弾、はい。バリに渡そう。バリに渡して。まだなんかいろいろありそうだけど、それを我慢してこっちに行きまーす。これね、これをどうすればいいんだ、これ外せばいいんじゃないの、ダメなのかな、外せない感じだ。ダメなのかな。バリにちょっと、バリそんなとこに行ったら燃えるよ。バリ早く、バリ燃えるって。こっち来ていく。でバリにチェンジして、これ取れない感じ、あ、取れない感じだ。あ、じゃあやっぱあれだね、こっち行かないとダメだわ。管理室。こっちの鍵があるんだよね、何気に。なんだけど、一旦こっち、ナタリアに変わっていただいて、そこに敵がいる。結構いるな。上にもいる。これちょっと注意をしながら行こうか。これ大丈夫なんだよね。急にバーンとか出てこないよね。いるけど、いるよ。あ、あ、気づかれた！ちょっと、ごめんごめんごめん。ちょっとごめん。精密なヘッドショットを2発で倒したぞ。どうだ、もう死んでるな。ちょっとごめん、ナタリア。ここにドアが開いてたなんて気づかなかったんだ。すげえ、なんか拾ってるし。え、え、え、ちょっとびっくりした。びっくりした。お前、急に動くなよ。どうしたものか。
上にもいるな。この下から探索していってみようか。あれ、気づいた。あ、気づいて気づいていらっしゃった。できる限りこう戦いを避けたいんだけどダメだな。なんか避けずに通れない、通れない感じなのか。なんならもう倒す、全部めんどくさいよね、もういちいちこのなんか苦しむ、これも敵がいないかいるかで苦しむのがビビりすぎてちょっと前に進め、ナタリア、ちょっとお前がいないと俺はどこに敵がいるのかわからん。こっちにはいないよね、こっちにもいないね。あれ、下に行ける、これ今気づいた。下行ってみたい気分だけど、まあいいや。ふんふん、あ、なんかあるよ。あ、石か。ちょっとバリに交代してハンドガンゲット。いいね、ハンドガンの弾が次々手に入る。他はとりあえず1回はもうこれで調べ尽くしたから敵は出てこないと思うんで、ちょっと中にアイテムがないかだけを見て回ろうか。ないね。またじゃあまあ1階かな、1階行こうか。1階じゃない、地下1階で、ナタリアを先頭にしてちょっと道を切り開いてもらおう。こっち大丈夫な、こっち気配ない、大丈夫。あ、行きたくても行けないわ。うん、行きたくても行けない。よし、これで上に行きましょう。上に行って、ナタリアおいで。で、どこだった？急に開くんじゃない？これ多分。開かないかな？ちょっとナタリアどこにいるんだっけ？あ、そこにもいるのか？あ、ここにもいるのか？うわ、マジかよ。ちょっと、この、これ越しに撃てないかな。これ越し。まあいいや、行きましょう。ちょっとビビりすぎて、全然進めない。ここね、ここの鍵ね。はい、管理室の鍵。開けて、おいで、ナタリア。で、ここの鍵も開けとこうか。解除しておいて。あ、なんか、これはまだ見てないな。脱獄についての報告書。脱獄を図った被験体 J0385 を射殺。死体は廃棄物として処理。2階の入り口側にある1号棟は壁の補修完了まで使用禁止とする。あ！なるほど。2階の入り口側にある1号棟ね。そこから脱獄できると。ありがとう。なんだこれ、なんだこれ。小さな手。え？何それ？これ初めての仕掛けなんだけど。あー、なるほど！これあれだ。バリーの娘の同じ仕掛けがね、解けるんですよ、これも。なんかどっかでこうバイブレーションを感じるんですけど、このバイブレーションで、ほら、コントローラーのバイブレーションで、こうやってアイテムをゲットできる仕組み。はい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 。これを渡しておこう。で、バリーに変わって、あ、またなんかあったの今。この足跡はなんだ？あ、待って。この子にしか見えない何かを感じているに違いない。他にはないか。行こうか、じゃあ、ちょっとこの足跡の後ついてこい。この、ああ、なるほど、なるほど。ここが1号棟かな、もしかして。え？大丈夫？これなんか。あ、これかな？ここになんか続いてるよ、ほら、足跡が。バリーに交代して。え、いけない。いけそうにないんだけど。なんだ、なんか、操作をしなきゃいけないのか。こっちの部屋で、思うに、ここの操作パネルだよね。操作パネルで、あ、これか！馬骨いらっしゃい。これを、バツを押すと、
どうなった？あ、やべえ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 ことした、やべえことした。ほら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 、やばいやばいやばい、余計なこと、余計なことした、余計なことしたな。おい、おじさん痛そうっていうか痛い、痛いっす。ちょ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 、アサルトライフルの使いどころがやっときたぜ。回復しつつ、リロードしつつ、ハンドガンを使っていく所存。ちょっと今ので完全に余計なことしたね、今ね。こんなに遠いのに、こんなに遠いのに全員ヘッドショット。やばい、今回簡単かもしれない、操作がすげえ簡単にヘッドショットが当たる。ほら、これ天才なんじゃないかっていうぐらい。あ、ちょっと来ないで。結構簡単。あ、やべ、外れた。なんか弾を逆に無駄にしてる感があるな。どんどん行こう。ああ焦った。でもこれ開いたっていうことはこれで中にアイテムないかな。今使った分の弾とかを補充したい気分。あった、ほら、なんかなんだこれ。囚人の日記。え、訳も分からず捕らえられて数日、奴らはここで実験と称して来る日も来る日も拷問を繰り返している。他にも同じように捕らえられている人がいるのか。なぜ、何のためにこんなひどいことを。共に捕らわれた弟は火を吹く像に左腕を焼き尽くされ、さらに回転する刃物を備えたイカれた像で左足を吹っ飛ばされた。明日は残りの腕と足に同じことをするらしい。弟の早く殺してくれという叫び声が耳から離れない。看守は恐怖に震える俺に、弟が生きながらえるよう祈れ、弟が死ねば次はお前の番になるのだと告げた。待ち受ける苦痛への恐怖と絶望しか感じられない日々。死んだ方がマシだ。弟の声が聞こえなくなった。看守の足音が近づいてくる。そんな実況風に日記書いちゃった。おぞましいことが繰り広げられていたような。ここでは何もないかな。もうアイテムは何もない感じか。初見さんいらっしゃい、今さら気づいた。初見さんいらっしゃいませ。あった、何かな、何かな。ハンドガン、お、今使った分ぐらいの弾がこれで補給されました。で、ここから脱獄ができると。あ、ここはナタリアの番かな。行っといで。ナタリアにお願いした結果、こっちに行けばいいのかな。うわ、高いぞこれは。大丈夫か、大丈夫なのかな。行きます。降りる。いてて。え、これどうすればいい感じ。あ、こっちか。こう脱獄をしようとしたと。あ、待って、なんかいる、なんかいるよ。ネズミだ、ネズミがいる。え、今ネズミこの中に入ってったけど、あ、ここ行けんのかな。まだ序盤ですか。結構序盤まだ。あ、こんなとこから出られるのね。はいはいはい、こんにちは、いらっしゃい。おー、これででも移動できるようになったぞ。大丈夫かな、動かして大丈夫な感じ。動かすよ。お、やった、これでバリーが、あ、もうバリー来てた。やったね、うまくいったでしょ。うまくいったね。助かったよ、助かったよ。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、ちょっと今度はこっちに動かすからね。よし、これで電波塔に行けるぜ。やっとクレアの辿った道がね、これで。さあ行きなさい、先にからの、よっこいしょ、おい、よし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 、やれやれ、行かれた場所だ。さあ夜になっている。ここはクリ中心島まであと少しだ。あ、ちゃんとライトがついてるってことはいるのかな。まだクレアが合流したい、クレアと早く。え、どっちから行くんだったっけ。あ、グリーンハンパイ、もうすでに忘れた。どっちから来たんだっけ。
この辺りに見覚えあるか？うん、ダメ。覚えてない。覚えてないんか。そうか。もうすぐだ。大丈夫か？お、着いた。うん、平気だよ。ここですよ、ここ。ここ、あの塔にクレアがいるんだよ。塔というか、一番上に、ここに登って、ここはどこみたいな感じになったとこだよ。でも夜だな、今度はステージが。あ、なんかいるんじゃないの？なんだ？大丈夫かな？ここは入れんだっけ？ここ入れないような気が。入れないな。向こう側から鍵が。あ、ここ開いてる。ちょっと頼む、ナタリア。ナタリアに行ってもらって。クリちゃんいない？大丈夫？いないね。鍵がかかってる。どうしよう。どうしようもなくね。鍵を壊さなきゃいけない。その辺に使えそうなものはないか。使えそうなもの。これ壊せないよね。使えそうなもの。上行ってみようか。あ、なんか四角が出た。これ、なんだ。あ、石でね。石で鍵を壊せと。壊せんのかな。ああ、言えた。よかったよかった、はい、よく頑張ったな。ナタリア天才。そして弾もちゃっかりゲット、うん、ナタリアいい子だな。これ渡して、はい、からの、よし。え、こっちでいいのかな。多分こっちから行けないからみたいなことだよね。行けそうにないなみたいな。じゃいけないってことだよね。クレアのとクレアの回の時にここも壊れたんだよ。からの、じゃあこっちのルートから行きましょう。いやーちょっと離れるなよ。一本道だからそんな囲まれるっていうことは多分可能性として低いかもしれないけど、なんか出てきそうなんだけど。お、グリーンハーブ。今日回復に困らないな。あ、なんかある。なんだろう。え、なにこれ。なんだろう。なんかここだけ作られた感のある感じがするけど、なんもない。なんだよ。なんかあるかと思うじゃん。後から何かあんのかな。あれ？俺これ逆流してる？ちょっと今ので方向感覚が一気に分かんなくなった。あ、合ってるか。こんなとこ来てないもんね。降りて。お嬢ちゃん、大丈夫かい？さおいで。よしよしよし。初見さんいらっしゃい。よし。お、なんだ、なんだ、バリーに。何かいる。音を立てるな。バリーにハーハーしに来た。バリーに？すげえ中年男性だよ。なんだ？ええー、なんか、え、何してんの何してんの。お、わわわわわわわ、怖い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 。下がってろ。え、なんかもう奇怪な改造人間みたいな人がいるよ。あれ、どこ行った？どこ行ったぞ。ちょっと待って、ナタリア、どこにいるかちょっと教えてくれ。このナタリアじゃ、下がっていろ、どこに消えた？下がっていろって言いながら、もうすでにナタリアに変わってるからね。え、これナタリアでもわかんないのかな？え？わかんねえ。とりあえずこっちに行ってみようか。大丈夫？これがクレアじゃないこと。うわ、どういう状況この人。明るい、明るいけど怖い。ちょっとこの中か。そしたら入りたくないぞあんまり。え、こっちから急に来たりしないよね。いる？いないね。
いや、ちょっといきなりバンとかなしね、ほんとに。左後ろにはできない感じ。これカメラは多分固定だと思うけど、これ。はよ行けや。すいません。怖いんだもんだって。怖いよ。あのね、見ている人はね、確かにイライラするかもしれないけどね、チキンですか。いや、完全なるチキンだよ。ほんと怖えんだって。これ怖いんですよ、ほんとに。もうね、やるのと見るのとじゃ大違いっすよ、もう。なんかいろいろあんな。これちょっとナタリアに交代すると、ないな。しゃない。行くぞ。いいか、お前ら。バリーさんはこんなビビりじゃないんです。そうなんですか。あ、なんだ。え、なに？バリー。出たっぽいよ。出たっぽいよ、バリー。なに？どうした？どうしたんだ？どうしたのか言って、早く。何か動いた？お前には見えてんのか、何か。どこに？あれ？あれか？これ？これのこと？これ、だといいな。ハンドガンの弾3発って。ちょっと、どこで動いた？ちょっとアサルトライフルにしとこう。怖いから。あ、これだ！この後！行くぞ！さあ、いつでも。いつでも出てきやがれ！あれ？いないぞ。いないよ。いないじゃん！驚かしやがって。いなくない？なんかもういつ出てくるかわかんない素振りをさせておいて、なんだよ、全然出てこねえじゃん。驚かしやがって。いきなり強気になる虫。そうだよ、思わせぶりが続くとさすがにイライラしてくるぜ。ん？待って、あ、なんだ、なんかあるぞ。上か、上に行くってこと？行きたくないよ。ここはもう結局行けないってことでいい。あ、違うわ、ここ連打。あ、ちょっと後ろ、後ろ、バリ逃げて、バリ逃げて、一旦逃げて、どんだけ動くが早い。あ、早い、動き早い、動き早い。ちょっと逃げ、一旦逃げ、一旦逃げて、逃げて、危ない危ない危ない、行って！くそ！おら！あ、やばい！ちょ一気にピンチ！一旦逃げるぞ！一旦逃げてからの回復をしたい。回復。オッケー。待機してるけども。あ、ナタリアがピンチ！ちょ、このアサルトライフルでお前の体を削り取ってやるよ。おら、あ、やばいちょっと待って、リロードせな。どんだけ、あ、倒したぽい。どうなった？ビクビクしてる。報告になかったぞ。この島は完全に行かれてやがる。溶けた。ナタリア置いて逃げる。それ逃げるでしょう。ナタリアも自分で逃げれるよ、きっと。よかった。いや、こういう時に温存しといてよかったな。これで連打したら落ちてくる仕組みになってたわけね。おい、いけた。やっといけるようになった。なんか青くなってるけど、この青さは何？あ、ブルーシートなもの、それは青いよね。気をつけろよ、もしかしたらまだいるかもしれないからな。その可能性非常に高いね。さすがバリーさん、経験がものを言いますね。なんだ、早速もういるの？ちょっともうやだ、もう。ちょ、ナタリアさ、ちょっと気配は読めないの？ナタリアダメなのかもしんない。一定のクリーチャーにしかちょっと気配が感じられない感じかな。でいいのかな。まだいる、
まだいんのかよ。もういなくていいよ。ルビー、ルビーゲット。あ、これ、まだ。いや、待って。あれ、ちょ、待って。迷った。どっちだ、こっちだ。合ってる。まあいいや、ちょっとまっすぐ行こう。うわ、なんか虫とかリアルだな。飛んでくる虫リアル。え、まだどこにいるの？え、何、どこ、ちょっとわかんない。あ、いた。おら。ナタリア、逃げろ。そんなとこで突っ立ってるんじゃない。早く来い。ナタリア来た。ナタリアも来たし、あれも来たし。ちょっと、やばい。ちょ、交代しつつ。ヘッドショット、あ、ヘッドショットがやっぱ効くんですね、こういう時も。お、やばい。あ、意外とあっさりいったな、今回は。え、これマグナムじゃないよね。マグナムじゃねえな。ちゃんと頭を打てば、ハンドガンでもある程度対処できんな。弱点があるっぽい、それぞれ。基本的にはヘッドショットが有効か。でも見極めないとダメだよね。さっきもなんか足が弱点になってたりとかもしたし。うわぁ、ちょっとむずいな。その辺の判断をちゃんとしていかない。あ、なんかあるよ。森の地図。森の地図なのにすごいなんか地図が、建物の地図っぽい。こっちから抜けるとか。あ、当たった。こっちから抜けて。え、ちょっと待って。もう、三島、迷った。タクタクさん、ワコです。いらっしゃいませ。ちょっとね、もうすでにね、森の中で今迷子ですよ。あ、でも、よかった。地図を拾ったらちゃんと出てきたわ。これなら迷わんか。右上のね、地図が出てきた。え、ちょっと待って、どこを歩いてる感じ？これ全然、あ、なんか拾ったな、今な。あ、こっちに物があるってことは。ちゃんと、来てない方に来てる。え、なんか出てるは出てるんだけど、これなんか来た道なのか来てない道なのかちょっと若干わかんないな。これ来た道戻ってる感が。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。